炭火焼きなんとかとか言ってた。炭引き友引きみたいな言い方したよ。炭引き、噛んじゃったから、じゃあこっちにする。あ、マルゲリータ、じゃあ、あんちゃんと一緒じゃない。あ、え、あ、じゃあこっちでしょうかな。かぶっちゃいけない、うん、なんか、ね、いや、かぶりなしだから。あ、そうだったんだ。かぶなしだから、よかった、かぶらないで。申し訳ないですけど、あと山崎さんも取らせていただきますよ。あ、本当ですか。一番でかいのにしよう。一番チーズいっぱい乗ってるやつにして。じゃあここかな。あ、なんか倒れた。あ、すいません。切れねえわ、切れねえわ。理念かい。ちょっとどうしようかな。お手手いけるいける。手で行った方がいいかな。うん、え、あんちゃん手で先端こう。確かに。あ、これで。お、うん、お、何、のりこ、のりこ、すごい角度、のりこ、わあ、助けてー、助けてー、わあ、わあ、あ、痛いよ、痛いよ、のりこちゃん、すごい、線からはみ出してるよ。難しい。いや、もう取れる、もう取れる、取れる。いけるかも。ああ、そう、あ、もう2枚いけるよ、ほら。あ、お、それもいいんじゃん、2枚いっちゃう、うん、え、マジ。だってもう、マジっすか、大人だもん、いいっすか、私。うわ、大人だもんな、大人。いや、残念。2枚抜き、いいじゃん、やった。うで、のりこがこれかな、これなの。行こうぜ、行こうぜ。シーフード、めっちゃシーのフードだ、すごい。シーのフード、シーのフードが乗ってる。シーのフードが乗ってる。トマトも乗ってる。あ、ホタテもあるじゃん。わ、え、すごい。あ、え、のりこうまっ。待って、私も手で取っちゃおう。マヨネーズがいっぱいかかってるとこもらっていい。いいじゃん。いいよ。いいの、ありがとう。これがね、一番大きいからこれ欲しいな。あんちゃん二切れか。うん、もう一切れ、もう一切れいっちゃうか。のりこどれにする。いっちゃいねーよ。もう一個、もう一個いっちゃう。のりこじゃ、これすごいじゃん。え、私はあのまるちゃんも食べたいから。まるちゃんね。そう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 。まずこれ。いや、私まるちゃん行きたいです。まる行く？まる。まるここがいいんじゃない？みんなまる好きじゃん。まる。ごめん、なんか2枚抜きしちゃって。いいのいいのいいの。全然足りてるよ。すいません。よし。大のまる。のりこ。いいんですか？うん、やったー。よいしょー。じゃあちょっとね、冷めないように。じゃあ失礼して。パーティーパーティー。パリパリー。イエーイ。パリパリー。イエーイ。あれ？よいしょ。もう始まってる。ニョンコやし。あ、しかもそっちも映ってた。え、嘘。え、あ、もう10時過ぎてた。わお。皆さんこんばんは。永井真理子のようこそ一緒にハマりませんかにようこそいらっしゃいました。ようこそ来ました。どうぞ。本日はゲストに山木杏奈ちゃんと、はい、柴崎のりこちゃんが来てくれてます。はい、来てます。来てます。永井真理子です。永井真理子です。お待たせしました。やっかいしちゃった。はーい、番組開始時刻は22時7分ぐらい、うん、永井のホームグラウンド永井スタジアムへようこそ、うん、というわけで、まあ、まずはね、ありがとう。皆さんほら、ピザです。ピザ、ピザ、ピザだよ。ピザだ。ピザ。ハーフピザだからね。じゃあまずさ、ピザ乾杯するか。あ、水だけど。あれ、水だ。水なの今日。おい。いやいや、まあまあまあ、まあ、まず水じゃない？あ、もちゃもちゃった。もちゃもちゃった。よかった。ないわけないよね。ないわけないよね。よかった。皆さんもお手元にありましたら一緒にいきますよ。じゃあ3秒だけ待つ。3、2、1。わー、なんか出てきた。待って、うわ、何何それ。こっち出てきたわ。何それ。え、コーラ。なんかおしゃれな。すごいおしゃれ。え、飲む。ありがとう。ちょっと待って、あ、みんなだって今飲み物取りに行ってるっしょ。懐かしい味のコーラとジンジャーエールのベストマッチ。コップ出していいですか。ありがとうございます。キュリオスティコーラ。ここ、あ、これだ。すごい、お家みたいに。ありがとう。出してる。ラッパ飲みするとこだった。やばい。あぶねえ。あ、待って、違うわ、これ炭酸ダメだよね。え、そうなの。あ、そういう、そういうのあんのか。デリケートコップが。普通のグラスってあります。上か下か。犬、狼かな。あー、高そうなグラス。最近流行りの
MBI なんちゃら診断の結果みたいな。え、なんだっけ、なんかいっぱい来ましたっけ、なんか ES なんちゃらかんちゃらみたいな、どうだったかな、なんか種類があるやつの ES キー、こっちのグラスなんだかおしゃれな感じ、オオカミ、そう多分 ESTD のオオカミ、なんだろう、どういう意味があるんだろう、どういう性格なんだろう、大丈夫かな、大丈夫かなあ、意外となんか名古屋のところ、え、ちょっとじゃあこっちに行っちゃいます、違うわ、輸入してる人が名古屋、ありがとうございます、調べてくださって、本当だ、輸入者って書いてあるねえ、じゃあやっぱ外国のだ、ね、おしゃれ、どこの国なんでしょう、確かに、キュリオスティコーラ、お待たせ、うん、あ、ありがとう、 ありがとう、おしゃれ、みんなお待たせ、あ、すごい遠いところからありがとう、作ってきた、作ってきた、あ、本当、すごいな、すごい、おしゃれでしょ、綺麗、じゃあこれもありがとう、ありがとう、すごいです、じゃあこれにちょっと注ぎますか、手弱ですいませんが、よいしょ、なんかさ、自分で注ぐとさ、うん、出世しないんだって、うん、え、あ、じゃあ、こういうのあるんだ、こうしよう、そう、こうしよう、だからこう注いだものを回して、うん、あー、そこそこそこいきます、いっぱい入れていい？いっぱい入れちゃう。よし。あ、待って、思った以上に2人が多かった。よし。で、これをじゃあ左に回すかな。左。これのりこさんに。あ、ちょ、これマリコ？え、あれあれにしよう。プレゼント交換みたいな感じでこう。あ、あ、いいね。もういくつ寝るとで。あんな。あんなやりすぎだよ。あ、もう無理かも。嘘。よし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 。マリコ。のりこ。のりこ。行くね。じゃあ。じゃあ。せーの。もういくつ寝るとお正月。お正月にこれ誰が止めるの？これ誰が止めるの？あ、待った待った待った、こちらこちらいただきます、はい、はい、よし、誰のだ？これのりこのだ、あ、じゃあ2周、2回回したからで、あんちゃんの、あんなので、あんまりこのやばい、こんなに笑ったよ、じゃあ、じゃあみんな行くよ、みんな、みんな行くよ、コーラになっちまった隠し味が、隠し味だね、わ、なんか大人のコーラだ、うん、あ、なんか飲みやすいかも、普通のコーラと、おいしい、スパイス系がすごい、うん、だね、さすがクラフトコーラ、うん、ありがてえ、はい、というわけでですね、うん、はい、ちょっと前回の長スタの話をしてもいいですか、どうぞ、うん、前回は山木杏奈ちゃんと菅沼ちさちゃんがあれ前回か前回そうなのそうなのそうゲストで遊びに来てくれてね、すいません2ヶ月連続で、いやいや、ありがとうお願いします、ありがとう、お二人はもう長スタのレギュラーみたいなところありますね、そうでしたか、どうもありがとうございます、どうもどうもそこでね、なんかここにね3人で殴り合いって書いてあって、殴り合い、なんだろう、殴り合いってしましたっけ、殴り合いなんて全く記憶にないんだよ、記憶にないですね、なんだろう、まあまあいっか、あと、どういうことだ、ダニー菅沼、あー、それは覚えてる、それあれだよ、菅沼なんだっけ、嘘ついてる人誰だみたいなゲームで、うんうん、完全にマリコが嘘ついてると思ったら、うん、ちさがしれっと嘘ついてて、外したっていう、うまそう、本当にうまかったの、ちさがうまかったし、マリコが下手だった、違う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 、なるほどね、完全に嘘ついてる人のムーブだったもんあれはどうかな、まあ、ちょっと気になる人はぜひアーカイブで確認してみてください、してみてください、あと殴り合いが何なんだかちょっと教えてください、気になるはい、じゃあちょっと番組説明いたします、はい、番組の感想はハッシュタグ長スタをつけて投稿してください、前半のみ YouTube からも放送しております、うん、生放送以外にもやたらといろいろありますよ、うん、そして1月2日、3日、4日の3日連続で、うん、私、永井とあんちゃんが、なんと、登場しております、あら、本当ですか、え、はい、やだ、え、私、うん、こちらの会社さんのレギュラーではないんですか、あれいや、もうほぼ長さんのレギュラーではあるからな、あ、そうですよね、そうですよね、すごい、あ、そうか
いやそちらもどうぞお楽しみにください、はい。今日は年末ということで今年も年越し放送です。わーやったぜ。去年はあんちゃんもあんちゃんと2人でやって、うん、今年はのりこも来てくれました。来ました。のりこ嬉しい。初めてです、あの年越し配信。あ、本当、うん、じゃあ初めては私たち3人で過ごせるんだね。嬉しいわ。嬉しいな。やったやったこの3人だと、うん、トランポリンロケのメンバー。そうだそうじゃん。懐かしい。懐かしすぎない？懐かしいトランポリン。本当だよ。だってもう12年ぐらい前。おお行くね。私たちも長い仲だったんだな。長い、ね、20年ぐらいだもんね。そっか、ね、そうだよね。誰も突っ込んでくれねえ。なるほどな。なんか見えてきた未来が。オッケーオッケー。そうそう、すごいあの話もね、うん、あの今日またちょっと思い出しながらできたらいいななんて思います。はい。というわけで今回もねたくさんメールをいただいてますので。あ、永井さん、あの、はい、のりこがすごく、はい、あのピザを食べたそうに。あのもう気にせずいいぜひぜひ本当に仕上がってください。いいですか。マリコちゃんもマリコちゃんもいい。読みながら食べても、うん、あ、得意得意。読みながらね。あ、じゃあ一回先にちょっと食べようかな。一口いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。うわー、コーラがかかってる。コーラ。お、うまっ。うん、一口じゃ分かんないかな。すごい、うまっ。マル、すげえ。マルすげえ。マルすげえ。マジチーズが一番多いとこ取ったもんね。マジでここのこの膨らみ、このチーズの膨らみのとこめっちゃチーズ入ってる。横から見ると すごい。すごい。もう今とろってした。え、次絶対それ食べよう。うわ、うん、ははで。このさ、炭火焼きのね、うん、超うまい。うん。絶対美味しいだろうな。正直ね、カメラの前じゃなかったらね。うん、2つに折りたたんでガッて止めたいいよ。でもやってもね、お便り読まなきゃいけないし。あ、もうもう、そしたらみんな聞き取れないよ、きっと。なっちゃうから。でも2人はゆっくり食べてください。あー、はい、よし。じゃあちょっと待って、うん、じゃあこちらにしようかな。うん、はい、メール紹介いたします、うん。ドラフトネームありささんからいただきました、うん、ありがとうございま す。中井さん、柴崎さん、山木さん、こんばんは。こんばんは。こんばんはこんばんはって言ってます。大晦日年越し配信ありがとうございます。年末から年始にかけて皆さんとワイワイできるのがすごくです。すごくです。すごくです。私もすごくです。すごくです。自分は帰省して実家にいるので今日の配信をリビングで最後まで見る許可を親に取ったので、家族みんなと年越しまで見ようと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今に放送されてると思うと、うん、すごく、なんてお上品な味のコーラなんでしょう。とても、とても美味しいですよね。美味しいございますが、さすがにコメントはそんなにできないかもですが、うん、家族に皆さんの魅力を伝えて一家で楽しませていただきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんはご家族と自分の好きなものを一緒に見たりしますか、とのことです。ありがとうございます。ありがとう。いやー、そんなご家族で見ていただけるなんて、ね、お父様、お母様、こんばんは。こんばんは。大晦日いかがお過ごしですか。そうね、私はね、あの家族と好きなものを一緒に見ることございますわ。ございますの。どんなものをご覧になるんでして。あ、そうね、あの私父と、あの趣味が結構似ておりまして。そうなんですね。あの車に乗せたカメラの映像とか。車の方がこれなの。あのすいません、ちょっとよろしいですか。はい、あの私たちすごく今、うん、あの張り切ってお上品にしているんですけれども、はい、あの真ん中の方ずっとピザを手放さないんですの。どうしましょう。両手で持っておりますわ。相当美味しいんじゃないでしょうか。すごく美味しいんだと思うんですけど、ちょっとあの空気読んでいただいてもよろしいですか。すいません、本当に膝叩いちゃった。申し訳ないです。
じゃあしまわせていただきますね。お腹にしまって、お腹にしまってください。もういっそのこと。そんな感じでございますの、私は。そうなんですね。お二人はいかがですか。そうですね。あまり見ない家族で家族で DVD とかかな、見るとしたら。男は辛いよ。あ、持ってんじゃんね。持ってあんた食べてないと喋んなさいよ。じゃあ一番持ってんじゃないの。どうぞ教えて教えて。見せることはありますね。見なさいって言って。あ、見なさいって。のりこが見なさいって言うの。そうそうそう。あ、率先してね。素晴らしいものだから。今日は何話を再生します。何話してして。しごしごって。トラさんの時間ですよ。しごって。3日なんだもん。そうですね。させていただいております。なるほどね。なるほどね。ヤマキはあんまり家族と趣味合わないので。あ、そうなんですね。あ、じゃあお友達と一緒に何か見るってこととかも。友達、お友達、あー、いや友達でもそんなに趣味合わないので一緒に新選組見たじゃんよ。そこか。見たじゃん。アピールがすごかった今。新選組をね、一緒に見たんですよ、マリコさんと。新選組、うん、あの大河ドラマのね、あ、新選組が好きで、2人とも。あら、私がマリコん家に DVD 持って行って、そうなんだ。まだあるよ、ちゃんと。まだあるよね。しっかりテレビの横に飾ってある。本当、続き早く見よう。見よう、本当に見ようね。途中までしか見てないの。そう。あ、そうなんだ。来年、のりこも見る、新選組。途中からいける。じゃあ最初から行こうもん。最初から行こう。そうだね。いけるいける。何回見たっていいんだから、あれは。そうよ。ありがとうございます。ああ、ちょっとお上品って難しいな。難しいわね。ちょっと無理でした。いつも通りの感じで行こう。いつも通り。うん、いつも通り。はい、では続いてのお便りです。ドラフトネームゆたかさんからいただきました。ありがとうございます。まりこちゃん、あんちゃん、のりこちゃん、こんばんは。こんばんは。年の瀬のタイミングで初メールしてみました、うん、ありがとうございます。うわー、これ拾わずにはいられないんだよ。進まねえから。今年はいろんなことがありましたが、皆さんからライブや番組などを通してたくさんの元気や活力をもらえて感謝しかありません。本当にありがとうございました。こちらこそです。1年の振り返りを兼ねて、皆さんにとって特に印象に残っていることや嬉しかったことなどあれば教えてもらえると嬉しいです。その方です。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、何だって1年の振り返りを兼ねて、皆さんにとって特に印象に残っていることや嬉しかったことありますか。あー、惜しい。いやー、今年もね、いや、いろいろあったよ。そうだよね、3人で共通してる作品のライブも今年いっぱいあったし。めちゃくちゃあった、やったよ。うん、あとは、チーズがすごい。おい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 、すごいよね、チーズ。すごいよね。もうなんか生クリームみたいなチーズがさ、入ってるのね。この感じ。うわー、すごい、うまそう。いや、違うのよ、違うのよ、違う。違ったか。いや、それは、うまそうではあるんだけど。嬉しかったこと。嬉しかったこと。嬉しかったことか。これさ、他のちょっと男でも私言ったんだけど、なんか、今年さ、東京ドームにさ、2回立ったのよ。どえらいことですよ。どえらいことよね。すごいわよね。改めて考えるとどういうことって感じじゃない、いつかハマスタも。ハマスタってライブとかできるんですか。できるできるできる。できるの。やってるやってる。あ、そうなの。じゃあね。じゃあじゃあ。いつですか。汽笛の音とか鳴っちゃうかもだけど。何？あ、汽笛、あの、あ、汽笛、あの船の。そうなんだ。って音。海が近いんだ。そうそうそう。そうか。時々あの流してるのもあるけど、そのドームで。ドームじゃねえや。あー、コン、コン。落ち着いて。落ち着いて。なんかハマスターで、
流してるんじゃないかっていう汽笛の音とかもあるのね。おしゃれだな。やっぱり勘違いだったら本当に申し訳ないんだけど、なんかよく試合見てる時になんかいいタイミングで鳴る。なるほど。盛り上がってるタイミングとか。粋な演出みたいな。そう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 。なんでなんだろう。すごい。逆にあれかな、シーンとしたから目立つだけかもしれないんだけど。いやでも計らいだったらね、それはそれで、ね、うん、いいよね。もし聞こえてるんだとしても、うん、それはそれでいいから、うん、あ、やっぱそうだよね。あ、ホームランの時流してんの。あ、そっか、そうだよね。めっちゃいい時になんかボーって言うから。え、カキーン、ボーってこと。いやいやいや、なんかわあ、ちょっと落ち着く、ボーボーみたいな。落ち着いた時になんか聞こ、うっすら聞こえる。へえ、汽笛の音だ。すごい。そうなんだ。え、おしゃれだ。そっかそっかそっか。あ、よかった、ちょっと一つまたね、23年に、あ、いいこと知れた。いい、ね、やばい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 。やばいやばいやばい。え、嬉しかったこと、印象に残ってること、みんな、え、もうな、いい悔いは。いやもうありすぎてね、ありすぎるよ。うん、これっていう、まありすぎるんだよね。ありすぎる。いっぱいね、会う機会があったから、私あの写真集も出させていただいたり。あ、そうだよ。あと初めてバスツアーも開催させていただいたりして、そんなのもうね、みんなといっぱい会った。めっちゃ楽しそうだって、めっちゃ楽しかったね。そうか、そう、でもそこでもいっぱいお話できてるのか。できました。え、でものりこ、私まだのりこの写真集もらってない。そうだったか。もらってないの。ちょっと今度持ってくるね。本当、うん、お願いします。あの、ずっと待ってました。よろしくお願いします。そうだったのか。はい、飾りますんで。買え。いや、そうなんだよね。わかる、でもわかる。そうなんだよね。あの、買いもするし、やっぱのりこからこう、そう、いただけたらまたそれはそれで、そう、なんか私のために持ってきてくれたんだ、のりこ。そんな、ありがとうっていうやつ、ちょっと一回やりたかった。次回。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、今日中に買えば特典がつくの。なんだって。え、いや、そうよ。あの、メイキング DVD と、あの、ビーニビーニってどんなもん。お、大きいか。じゃあそれですのタペストリーがついてきます。え、アマゾンとかでも買えます？え、いや、どこで買えるんですか？それはあのインフォスクエアっていうあの、うん、公式サイトかな。そうそうそう、か、そこの特典だから。お、ちょっとマネージャーさん、マネージャーさん、私のスマホ使っていいから買って。みんな、お願い。乗り込んで、乗り込んで。え、もう帰った？帰った？嘘。いない。帰ったんかい。いやー、いいな、すげー楽しい今。いや、年末ですよ、これが。あー、いいじゃん、これ嬉しいことも一つだな。ありがとうございます。もう一つ行かせてください。ドラフトネームはぬこさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。こんばんは。私は今年地元の北海道に帰省しているのですが、うん、北海道では大晦日の夜におせちを食べる習慣があります。え、おせちをたらふく食べた後に年越しそばも食べるのでお腹がパンパンになるのが通例です。夜におせちを食べるのが普通だと思っていたので、逆に皆さんは大晦日に何を食べているのかお聞きしたいです、とのことです。ありがとうございます。あ、でもさ、おせちのさ、一部だけ出てくる。え、なんかわかんないけど、なんか、うん、かまぼことかだし巻きとか、うん、なんかそんなんだけちょっとだけ、うん、食卓に並んで、そう、フライングで、そう、何品かだけ出る。明日はこれ以上のが出ますよ。そう、なんかチラ見せみたいな感じでちょっと出てくる。あ、ほら、やっぱあ、つぼっちゃった。つぼっちゃった。大丈夫。そういう人いるよ。そうなんだ。そうなんだ、早いね。すごいツボってるじゃん。そんなに？いや、もうなんかちょっと今全然関係ないこととさ、いろいろ結びついちゃって。そうなんだ。何？なんかさ、前ね、どこかでもお話ししたことあるんだけど、生配信ってさ、あの、前半は無料で、うん、どなたでもご覧いただけますよって、うん、後半は会員の方限定の放送ですっていうことをさ、チラ見せっていうらしくってさ。あ私、あの、その番組の、なんていうの、ニコニコの、うん、
下にその要は、まあ、長スタ、ハッシュタグ長スタでチラ見せって書いてあって、うん、あの最初そのチラ見せって、まあ、何がチラって見えちゃったんだろうと思ってあ、なるほどね、なんか見えちゃったのか自分の何かがよかったね、違ってずっとそれで悩んでたら、うん、アキホに相談したの、うん、いいね、チラ見せってこれなんか映っちゃったのかなって言ったら説明してそれと今のチラ見せが結びついちゃって思い出しちゃったんだ。知らないと確かに私もびっくりしちゃうかもしれない。確かにタグについてたらね、チラ見せ私なんか見せたっけみたいな心配だったんだ。男子中学生、あ、もう男子中学生です。ああ出ちゃった、中学生に出ちゃったよ、また。ああ汗かいた。で、出て、のりこはさ、大晦日に何食べるの？でもお蕎麦じゃない？お蕎麦か、みんなで年越し蕎麦だねってなって。ちなみにさ、年越し蕎麦ってさ、食べながら年を越すの、それとも夜ご飯？私は夜ご飯派閥だった。けどやっぱね、年越した瞬間にすすってる人たちもいるわけじゃん、多分おそらくね。うん、なんかそこは地域差なのかな。あ、なるほど、どうなんだろうね。で地域でもご家庭によるんじゃない？あ、そうかそうか、ね、ご家庭か。じゃあみんな好きなタイミングで食べるのか。ざるそばいいな。うわ、そば食べた。うん、そば食べたい。ピザがあるのに。ピザもあるピザ食べよう。私何食べてたかな。そば、そばはある。そばあるって、そばあるぞ、そばあるぞ、そばあるぞ。食べたい食べたい食べたい、お願いします。あんた大丈夫？ピザいっぱい食べてるけど大丈夫？全然いいよ、食べる今日は。心強い。はい、というわけでそろそろ前半終了のお時間です。早いよ。なんで早いんでしょう。ピザ食ってただけ。あれ、特にピザ選んでたから。特にこの人マジでピザ食ってただけ。あら、チラ見せ終わり。チラ見せ終わる。チラ見せ終わっちゃうの。終わっちゃうの。ほな終わるか。番組テーマを懸命に明記の上、長いアットマークワクテカドットライブまでメールしてください、番組公式タグは、ハッシュタグ長スタです。この後は間もなく浜子限定のナイター放送です。今日はニコニコ後半ではカラオケ、あ、もうダメだ、喋るね。頑張ってよ、頑張ってよ、マリコ頑張れ。あんたが喋んないと。今日はニコニコ後半はカラオケを使った企画をやります。なんだと。そして年越し配信では主にゲームで遊びます、それでは再開までちょっと待っててね。またね。